本当だ。え、すごい。本当だ。びっくりした。今日はね、東京2020公式、埼玉でもやるよ、オリンピック1年前イベントのからくり通り一座出演、ドーム公演、ドームツアーね、2日目でございます。ありがとうございました。無事終わらせていただきました。ちょっとね、感想を聞きたいんですけども、ユッキーさんどうでしたか？見てください、室内なのに大汗かきました。ありがとうございました。楽しかったです、ね、これ何？え、これね、てんてんさんに借りたんですけど、ほら、涼しいでしょ、気持ちいいでしょ。ありがとうございます。はい、そんな、もうこれがないともう座ってられないぐらい、あの、汗をかいて頑張りました。やっぱユッキーさんがいるとね、あの、何があっても大丈夫な感じで良かったです。走り回ってましたでしょ。はい、駆けずり回ってましたでしょ。はい、はい、でも達成感でがあります。終わりました。はい、ありがとうございました。いやー、2度目ですよね。はい、2回目、うん、吉典さん、どうだったでしょうか？お疲れ様です。いや、盛り上がりましたね、やっぱり。はあ、結構もう、2回、3回、4回からもこうやって見られてて、そうそうそう、6回、7回、8回からもそんな中、そんな中、そんな中いや、でも結構、すごく楽しかった。でも楽しすぎて 2分オーバーしちゃったんですよ。2分はね、2分はね、あのー、デブの時間ですから、2分は。わかりました。デブは2分。許せる、許せる時間。そう、デブはしょうがない。歩くのは普通よりも2割増しだからね。いや、助かりますね、そう言ってくれる。テンタブルさ、今日、うん、ちょっと緊張してました。ちょっと噛みました。ね、ちょっと噛んだね。ちょっと噛みました。先ほど、もうユッキーさんの紹介で、広東語でちょっと話してたんですけど、もう久しぶりに広東語話してなかったので、めちゃくちゃ噛みました。日本語が普通みたいな感じしますね。逆にね、逆に。大丈夫、関東語バレないから。ええとかすごい入れましたので、すごいなと思って聞いてたもん私。本当ですか？ありがとうございます。実は超悪口言ってたんでね。そうだそうだ。違います。また明日もね、明日もありますもんね。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、チャラでーす。待ってください。一応挨拶しとかなくちゃなと思って。そうね、はい、一応挨拶、はい、あの、渋谷と変わんないノリだからね。どうもどうでしたか今日はですね、はい、まあ、ちょっとまあ、時間の関係もあって、まあ、僕、まあ、何ネタかしかできなかったんですけど、まあ、最後はあのちょっと新ネタルービックキューブできて本当に良かったです。うまかったですよね、これ、うん、受けてましたね、あの、お子さん、ちっちゃい子、おえーって言ってあれ不思議ですよね、あれ、ね、すごく僕、良かったので、あの、まあね、いろいろね、2回から3回とかね、見てくれてね、6回、7回ですね。あれ、なんかデジャブなような、ね、見てくださって、本当にありがとうございました。良かったですね、はい、多分あの、オリンピックでね、ルービックキューブの競技ができたら僕が世界チャンピオンになれるかもしれない、うん、あのドーピングと一緒でインチキでダメだよ。絶対にダメです、ダメです、ダメです、ありがとうございます。じゃあところで、はい、持ってきたの？持ってきました、ちょっと待ってくださいね、はい、まだまだ見せられません、まだ見せられません。今チラッと見えたけど、チラッと見えちゃいましたけどね。なんだろう、今日はちょっとデックレビューしようと思います。ほう、どんなデックか知りたいですか？どんなデック？ヨシキさんのポンポンデック。あの、すっごい今話題の話題の話題のあの方のいる、分かった、はい、足立隆光先生のいる違います、分かりづらいんじゃないの、藤山慎太郎先生のいる、あー違う、東京イリュージョンデック、違う、何？分かった分かった分かった、六本木にいます。あの、だけ、え、六本木にいます。六本木のあの、ケイさんピンポーン、はい、オズマンド、あ、あ、デック違うでしょ、ケイさんのいるアイマジックデックじゃない、違う、オズマンド、今回はオズマンドデックを紹介したいと思います。どうもありがとうございます。すごいね、これすごくないですか、これ正解者にプレゼントとかじゃないんだ。プレゼント、それはないな、単にもうそれはない。ちょっと待ってください、今ちょっと懐に
入れようと、ね、師匠、正解者にはプレゼントですよね。いや、そうじゃなくて、僕がもらって、はい、ね、これ紹介していきたいと思います、ね、はい、バッグこんな感じだと思いますね、やっていきたいと思います。ちょっとまず開けます、うん、いや、これね、また開けるの緊張するんですよ、僕いつもステージより緊張するっていう。今日ステージ全然緊張してなかったいや、嘘ですよ、緊張しますよ。開けました、開けました。ステージの3分前は寝てたから寝てない。これ実はオズマンドってなってるんです、テープのところ。本当だ、オズマンド。そっから作ったんだね、これね。結構これ細かいですよね、うん、破ります、うん、いやー、もったいない、もったいない、もったいないですか。ちょっとじゃあ破らずにちょっと剥がしますね。剥がして剥がして、開きましたよ。ここに貼っときます。開けますよ。あ、でも普通の箱ですかね。いやいや、いい感じ、いい感じ。ちょっとじゃあまずバックから見ましょうか、うんうん、これは何でしょうね。あ、これブランクフェイス。バックこんな、え、すごいですよこれ。チャラ、どうしてチャラくないですかこれ。金が入ってるとね、チャラいんだよね。どうぞぜひぜひぜひ。いやいやいや、うまいですね。ねえ、じゃあフェイスも見ていきましょう。フェイスも見ちゃう？見ちゃう？もう見てくださいどうしたんですか、どうしたんですか。いきなり爆笑だ。ええー、嘘嘘、見たい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 、いいフェイスこんな感じになってます。これ誰なんでしょうね、これフェイスこんな感じです、うん、誰というあれはないんじゃないの、ね、フェイスこんな風になってて、あ、フェイスこれこだわってますね。スペードのエースね、かっこいいね。かっこいいですね、これ、うん、これは多分よくわからないですけどオズマンドって書いてあります。スペードのエースです、うん、こう他はまあバイセクルっぽい感じ、ね、こういうのがね、実はね、使いやすいのよ。そうですね、あ、まあこれなんでもない。そしたら他は、まあ、変わりはないですよね。ダブル、え、ダブルバック、あ、これダブルバックとダブル、あ、ブランクカードフェイスついてますね。なるほどね。これなんでこれ話題か知ってます？今高橋匠さん、高橋匠さんが使ってる、高橋匠さんが今テレビとかでもこれ結構使ってるんですよ今。あ、この間のダウンタウンさんとか。そうですそうですそうです。なので今ちょっと結構話題になってるデックになってて、なんかどこで売ってんのとか言われたりしてますね。オズマンドデックだからね、トライアングルじゃ売らねえよなトライアングルは前山真一さんですから ね、 ねえ、サプライズで売らないよね。サプライズ、手品屋で売るか。オズマンド行かないと買えないんですかね。手品屋でも売らないもんね。そうですね、手品屋でも売らない。いやでもこれ本当にデザインも良くて、うん、ここにオズマンドって書いてあるんですね。これすごいですね。今ね、憧れのデックですね。まあ流行りのデックですよね、うん、本当に。まあ素晴らしい、はい、っていう感じで。そうですね、ありがとうございました。これからのどうもありがとうございました。ね、終わったからいいんじゃない。ああ、これね、終わったからね、もう、はい、終わったやつはもうほらさ、ちょうどいい感じで、ちょっと箱に入る、あ、箱に入るかな入んないかなちょっと入れてみてもらっていいですか。入れてみるお願いします。どうだろうな。ああ、どうぞどうぞ。ああ、よかったよかったよかった。しまったしまった。ちょっと待って、ありがとうございます。ね、これね、あ、値段の方まで言ってなかったですね。いくらですか。これいくらだと思いますか。まあ流行りだしね。流行りです。2000円。正解です。2000円でございます。あ、そう。ちょっとボケきれなかった感じが。これ2000円なんです。ちょっと高めですけど。それなりにボケたつもりだった。これ2000円なんです。価値あります。はい。で、他の種類も本当は色あるんですけど、それ売り切れちゃったりとか非売品のあるので、それはもう本当に激レアデックですね。今はこれが通常販売されてます。で、バイセクルから出てます。今熱いのはこのオズマンドデックとチャラさんのフォークマゲです。見たいですよね、この後どうぞ。それでは、はい、今回フォーク使います。フォーク、ちょっと自前なんですけど、ごめんなさいごめんなさい触っていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。特になんかちょっとすげえ柔らかいとかないですね。すげ
普通ですよね。ここに4次元のポケット作ります。作りました。これで曲がっちゃう。ええー、本当だ。え、すごい早っ。嘘、やばっ。ね、今度行きましょう。これもっと曲げます。これ振ってあげるとこれもっと曲がっちゃうんです。なんでなんで。これももう一回行きましょう。これで池に戻します。ワン、ツー。これ持ってちゃう。怖っ。触ってみます。するとこっち曲がっちゃう。え、本当だ。びっくりした。本当だ。ここ曲がっちゃうんですね。怖い怖い。はい。何すんの。ありがとうございます、ありがとうございます。これどうやって戻すかっていうと、結構僕あのゴールドジムとかで鍛えてるんですけど、これ力ずくで戻すだけなんです。ええ、今のはあれですか。実は今のは力ずくなんです。ただ力ずくじゃない方法が一つだけあるんです。どうやってやるかっていうと、また4次元を作るんです。作ってあげるとだんだんと曲がった気しません。頭が追いつかない。最後これ息で戻してあげるとこれ戻るというマジックでした。ありがとうございます。すごい。